はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、こちら999体のクリボーをノコノコカーの誘導で引くだけのコースと、だからノコノコカーで引くわけじゃないんですよね、マリオが。なんかね、これちょろっとやったんですよ、一回。あの一瞬だけ、あのどんなのかなと思って見たんですけど、ノコノコがクリボーを引くみたいな、結構面白いです。ということで999体の、クリボーをノコノコカーで引くだけのコースと、まあ多分こういう感じですね。だからノコノコカーの特性って、要はまあこれルイージなんですけど、ルイージを追いかけるんですよね。でだからこういう感じで、僕がこっちに行けばノコノコが行ってくれると、その行った方向に。だから前なんかね、そのブンブンでそんなコースがあったんですよ、確か。さらにこれもクオリティもちろん高いんですけど、これに似たぐらいのね、その行っちゃったくんのこのこさんが今すごい勢いで行ってたけど、まあ、ブンブンなんかマリオ、まあ、ルイージですけど、ルイージが下にいて、でブンブンがどんどんそのルイージが行った方向に攻撃していって、敵をどんどん倒していくじゃないですけど、それでクリアしていくみたいな、ブンブンになってクリアするっていうコースがあったんですよ、昔なんか人気ランキングで。だからちょっとあいつ早いな行動力だけは早いんだけど、はい。まあそれの多分ノコノコカーバージョンの、まあしかもちょっと簡単にしたバージョンかなと、はい、思います。いや、これ気持ちよすぎる。これもゴール条件達成してるんだけど、できれば999体のクリボーを倒したいんで、ちょっとここから多分倍速さすがにすると思います。これでん？ね、ネックス、オッケー、パウ、わっ、まず、あ、しまった。あれ今パウでぶ倒すんじゃなかったかな。まあちょっとここからじゃあ倍速していきたいと思います。ファイナル、ファイナルラウンド、レディー、ファイ、さあ行くぞ。さあやっちまえ、最後だ、とどめだ。999にやっちゃって、やっちゃって、あ、やってやってやってやっちゃって。これ多分あれなのかな、クリボン倒すなんか条件って333が限界なのかな、もしかしたら。かもしれないですね、これ。普通だったらこれ999とかにしますもんね。よし、倒してない、なんだと、やっちまったな。泣き殻が、なんか悲しい、なんか事故ったみたい跡形もなく消えちゃった。ノコノコさん、ありがとう。ヤフー、キャメロン、違う、カメレオンっていうの、キャメレオン、何これ。ちょっとでもな、ベストクリアタイム4分なんだけど、いいですか。多分、マリオメーカー1日、今日は2本投稿してると思うんです。もし、短いコースガンガンっていうの見たい方は、いたら、そちらを見ていただけたら嬉しいと思います。まあ、でも、長いコースもね、たまには、いいかなということで。にゃん！大丈夫、落ち着け、大丈夫よ。でも、クリア率 5% だから、5% の、謎解きかな、これ。たまにはいいかも。好き。カモンねん！そうなのねん、大丈夫です。はい、落ち着いてください。ゴーン！地味にここが難しかった。地味に難しかったぞ。入れない。まあでもキノコをゲットしたということはかなり大きい収穫といったところ。よし。やられないぞ。やられないぞ。よし。で、次は？こっちは？いけ。あーでもなんかコインあるな。いやー、戻っちゃった。これ大丈夫？いやーでももう、もう一回行っちゃおう。もし詰まったら、詰まったら、にしよう。いやーでも詰まりそうだなー。いける。よし。で、バーネ、バイ、いいんだよ。して。上は特にじゃあなかったのか。で、こっから、いけるか？これジャンプ。いけそうだね。飛びます！飛べません！危ない！あ、ここあれだ！キノコいるわ！こっからバイン、インダイをして、で、これやって、まあ、一応壊しとく？壊しとく必要。あ、でも一応あれか。多分この後、ここ通るんじゃないかな。一応、戻るためね。こっちね。で、倒しとこう、倒しとこう。倒しといて、まあ、でも復活しちゃうか。で、こっから、マントかなんかで、あれ今、ウェイクっぽいな。さあ、ここだよ。ここだよ。待って、ここじゃない。いける！いやー！嘘！でも、まあ、大丈夫、まあ、戻ればいいだけ。よし、よかった。オッケーオッケー、大丈夫。これで、チョロップは復活してないから、そのままいいんだよ、して。で、こっから、いけるよね。倒せる。オッケー、いいよ、倒せる。で、
こっからいけそう。で、これも燃やすか？燃やすべき？待て、一応下見とこう。こっち。ん？あー、は？これはでも、いや、いいか。これは溶かしちゃっていいのか？これ入ってみようか。多分これやり直しポイントなんじゃないかな？そうだね。多分やり直しできるポイントで、で、これって、あ、ちょっと待って。これでいいんじゃない？これでドカンして、あー、なるほど。これで、トゲが、ここ、いやーん、怖いやん。で、こうして、被って、これで壊せるようになった。上か、ここか。あん！ここを壊せるようになりましたと。で、なったからといって、で、これ行く？あ、いける。行って、ちょっと待って、集中して。ここちょっと集中しようか。で、上行きま、いや、たん、たん、たたん、た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 、何のために？何のために生まれて？何をして生きるのか？あ、イエス！ここか。え、ここ？いや、ここがあるとて、特に変わらない。ん？となると？他にどっか壊せるところがあったっけ？この上とか？壊せない？ここは？あった、壊せるとこあった。で、こっから、このブラックパックは特に意味ないかな？あれ、壊せないよね。これ壊すことは不可能だから。でも、なんか、何かしらあるんだよね、多分。でも、行きようないから、これはいっか。じゃあ、こっち？ん？オンフォース。これで押して、で、そうか、ボム兵がこれで手に入るのか。ボム兵が手、あー、なるほど！わかった。で、いけ！よし！これだ！こうで、で、羽が出てくると。なるほど、羽、これでようやくゲットできたね、羽が。いやん！で、羽を、もう一回。あー、行っちゃったよ！もう一回来て、羽くん！いや、大丈夫、出てくる。トゲ、土管見れるところあったはず。こっから。大丈夫。こっから出てくる。さあ、出てきた前。よし、いいぞ。で、こっから、なんかね、マークがあったんだよ、さっき。トランクさん、普通に間違えました。ごめんなさい。ここで壊せるわ。ここにありました。ごめんなさい。お邪魔します。さあ、最強装備ぞ。今、完璧の装備。今、ようやく中間。でも、謎解きっぽいの終わったか？いや、でもまだ謎解きあるっぽいな。これを押せない？押せない。入れない。じゃあ、ドスに乗って進んでいくとして、うわー、びっくりした。で、わーい、あ、これ壊す、ダメじゃないのこれ多分。とりあえず、で、中で飛んでいく。ピーン！こうの、ヒン！大丈夫。こっから、で、いやー！大丈夫。で、飛んでいく。で、音符！で、ちょっと待てよ。これは、こっちに切り替えつつの、これヨッシーに切り替えていいのかな？ヨッシーよりなんか、こっち、あ、なるほど、このヨッシーで、あれだ、ピーのやつを押すんだ。持ってくんだ。で、押すのか。なるほど。いけるか？いける！大丈夫。はい、行ったとし、もし、ダメージ受けたとしても走り抜けるだけだから。で、これだ！違うよ！これ！よし。で、こっから、待てよ、こっから一回持ち直して、Y ボタンずっと押しつつの、すーごいギミックだな、これ。素晴らしい。で、一回降ってきてもらいましょうか。降ってきていただいて、同じことを繰り返すと、今ぞ大丈夫ぞ、よし。で、一回ここ行こう。で、置ける、置いて、で、今、で、よし、いいぞ、いい感じ。で、この、で、待って、やばい、ガッタッタン、乗り捨て、ちょっと待って、なんかあった。待って。ちょっと待ってよ。大丈夫。デッチいるから。うわあ、やっちまったーい。よし、入った。入って、こっから、なんだ、何がある、スター、飛ぼう。いける。いやー、待って、僕苦手、これ苦手なの、危ない。ちょっと待って、嘘だ。まだやり直せる。大丈夫。まだ戻れるさ。あの頃に戻れるはず。よし！大丈夫。まだ55秒ある。よかった。僕、本当にこれ苦手なの。本当に、ガチで。あ、待て。ちょっと待って。一回、本当にダメだ。もう僕、マリオメーカーで一番苦手、これ。待って。一回、ここで待とう。大丈夫。まだ45秒ある。一回待って。で、こっから、行くぞ。で。これはね、難しいっていうより楽しいが多かった。ルイージ。
7分44秒はい、ということでちょっとごめんなさい、今回は1試合がすごい長い、コースになってしまったんですが、まぁ、ちょっとのこのこでねクリボーを倒せるという、コースをやってみました。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。